や中三十32は、日本の外交官、立命館大学特別昇兵教授。シカゴ総領事、外務省アジア大洋州局長、外務審議官等を経て、外務事務次官を最後に退官し、外務省顧問及び立命館、大学特別昇兵教授に就任。大阪府出身。自称、隠れ阪神タイガースファンで、少年時代、総野球では、 いつもピッチャーを務めたという、大阪府立住吉高等学校卒業後、大阪大学法学部へ進学。大学在学中は、英会話サークルの ESS 部長。3回生当時の1968年に、外務省専門職の採用試験に合格。そのため、大阪大学法学部は中退している。1969年4月に、外務省へ入省後、 上司の勧めで外務省上級職を受験し合格。翌年外務省上級職となる。上級職としては小島光明、国枝正樹、小野正明、西田義弘らが同期。1971年、英語研修で南理ノイ大学、コーネル大学に留学。1973年、 コーネル大学卒業。コーネル大学での2年間は最も勉強した時期であり、その成果として、英語は日本語並みのペースで読める。1973年6月、最初の在外交換勤務として、在外官民国日本国大使館に当初期間となる。デモ隊が大使館に乱入、大使のボディーガード役を務める。本省を経て、1981年8月、 在インドネシア大使館一等書記館、1983年6月、在アメリカ合衆国日本国大使館一等書記官を経験。1986年8月、経済局国際機関第二課長として本省に戻る。1987年1月から約3年、北米局北米第二課長として、日米の経済関係を担当し、 日米の実務レベルの経済交渉に臨む。1990年9月、これまでの計7年近い日米経済交渉の現場を離れ、ロンドンの国際戦略研究所の上級研究員を約1年間務める。1991年から3年間、在住ーブ国際機関日本政府代表部参事官を務める。1995年を大阪大学客員教授。 1996年7月、大臣官房総務課長から大臣官房総括審議官に昇進。早稲田大学講師。1997年8月、アジア局審議官を兼任。1998年10月から在シカゴ日本国、総領事館総領事。翌年4月5月の小渕恵三法米時、首相のシカゴ訪問をサポートし、野球の始球式をセッティング。 シカゴ市内の公立小学校、ララアカデミーでは1日校長を務めた。2001年外務省機密非流用事件に関し、言及処分を受ける。2002年4月、シカゴ総領事を離任し、日本に帰国。12月、外務省アジア太陽州局長に就任。大北朝鮮外交、大中国外交での拉致被害者の返還交渉と、 北朝鮮核問題における交渉担当者。2005年1月に経済担当外務審議官。2007年1月に政務担当外務審議官。2008年1月17日、谷内翔太郎の公認として、本命の条約局ルートを歩んできた、エベハラ慎を制して外務事務次官に就任。2009年9月、時効から、 民社国への政権交代に伴う事務次官会議の中止につき若干の考えがあるとコメントした。また11月に予定されていたバラク・オバマ大統領の初来日に再始8月演説で言及されていた核なき世界への期待を抑えなければならない広島訪問があるか否かは注目の的となっており時期尚早で控えるべきと。 中日大使ジョン・ルースに伝えていたことが2011年9月にウィキリークスの文書暴露で判明。2010年退職、外務省顧問に就任。同年10月立命館、大学国際関係学部特別昇平教授、及び株式会社、野村総合研究所顧問に就任。2011年川崎汽船株式会社取締役、 三井不動産株式会社アドバイザリーコミッティーン。2012年、三菱電機株式会社取締役。2012年4月2014年株式会社小松製作所取締役。2014年4月より、大阪大学大学院、国際公共政策研究科に開設された、公益財団法人、稲森財団による寄付講座のスタッフとして参画。 1999年、2002年、2005年、2006年、2007年、2008年、2009年。ありがとうございます。